この肘のところに、2センチくらいかな、ゴブがあります、痛みもないし、こうやると動くし、皮膚ともつながってないです。すごく腫瘍自体は柔らかいですね。毛にいっぱい覆われてるんでね、外見は全然わかんないんだけど、なんかちっちゃいゴムボールみたいなのがここにくっついちゃってます。こんな子犬のうちから出ると思わなかったよ。びっくりだよ。悪い病気じゃないといいね。困ったね。まあ良性のものならね大丈夫らしいから、とにかくお医者さんに行って検査しようね。何やってんだよお前。愛子ちゃんだね。ということでちょっとペタちゃん心配事ができちゃいました。お医者さん行ってきました。ちょっとだけね、バリカンかけて見てもらいました。結構大きいね、クブができちゃってます。とにかくこれ放っておくとどんどん大きくなっちゃうので手術することになりましたね。手術だよ、来週手術ね。ベタじゃん、分かってねえだろ明らかな顔してね。ねえペタさん、はじめおかしいなって気がついた時から見たらなんか倍ぐらいになってないか。すごい大きくなってるね。 1.5 倍にはなってるね、最低でも。ね、本当にピンポン玉に近いぐらいの大きさになっちゃったね。明日手術だよ。ね、大変だけど頑張ろうね。さあペタちゃん、これからお医者さん行くよ。ね、手術だよ。嬉しそうな顔してるけど。ね、元気だからねお前ね。悪いとこ取っちゃうね。痛いか、よいしょ。めっちゃ嬉しそうだねお前。走んないんだよ、ゆっくり行くよ。頑張ろうね、ペタちゃんね。手術だからね。ペタちゃん、ペタちゃん手術できたね。ペタちゃん、ペタちゃん手術終わったね。大変だったね。びっくりしちゃった？びっくりしちゃったね。よく頑張った。偉かったよ。痛々しいね。ね、ないよね。なんかね、死亡種とはちょっと違ったんだよね。水風船みたいな感じでね、腫瘍が水をいっぱいこう溜め込んでぷくって膨らんでたのね。
だからすごい勢いで大きくなってったんだね。大変だったね。もうなんないといいけどね。またなるかもしれないって言われましたね。本当に休んで疲れちゃったでしょ。やっぱり机の下がいいんだ。ゆっくり寝るんだよ。ゆっくり休んでね。早く元気になるんだよ。